155系電車は、東日本旅客鉄道の直流特急系車両。ボソビューエクスプレスの愛称がある。1993年7月2日に営業運転を開始した。内房線、外房線の特急、さざなみ、我が潮には、国鉄時代に製造された183系が使用されていたが、老朽化が進んでいたことからその置き換えを目的に、 東急車両製造と近畿車両で製造された、都市間輸送と観光客輸送の両面に対応した車両であり、JR 東日本が従来設計、製造した特急系車両である6 5 1系2 5 1系2 5 3系の要素を融合した構造となった。1993年度には、 通商産業省のグッドデザイン商品に選定された。車両のデザイン開発は GK インダストリアルデザインが担当している。車体は普通構成である。2 5 3系と同一の車体断面を有しているが、先頭形状は非貫通となっており、大型の一枚窓が配置され、ワイパーカバー下に全小灯と微灯が一列に配置されている。 上校扉の数は、安房かもがわ、超四方戦闘車の区波255型を除いて、各車両一箇所とし、側面の窓はわずかながら、上下に広げられた。塗装は、ベイビーチューホワイトをベースに、下半分を、パシフィックオーシャンブルー、上校口部分にサニーイエローを配した。この色は、後継車種の E257K500 番台や、 千葉地区の普通列車用車両の車体体にも採用されている。側面の行き先表示器は登場当時は字幕式だったが2005年12月10日のダイヤ改正を前に LED 式に取り替えられた。JR 東日本の特急系電車としては初の VVVF インバータ制御車である。走行システムについては通勤系。 電車2 0 9系9 1 0番台の設計を改良して採用している。具体的には低速制御、そもそも速制御機能を追加したものとなっている。補助電源装置は東洋電気製造製の GTO サイリスタを使用した小高圧直波式静止系インバータを採用した。導入当初の運用線区が 京王線、内房線、外房線に限定されることから、当初は ATC を搭載せず、将来総武本線系統の列車への運用を考慮し、設置スペースを確保した準備工事にとどまった。当初は、横須賀線、総武快速線の品川駅、近市町駅間を走れなかったが、同区間は2004年2月29日より ATSP 型に切り替わったため、結果として、 ATC を搭載せずに 255K も入線できるようになった。普通車座席のシートピッチは 970mm で、グリーン車座席のシートピッチは 1160mm である。普通席には向かい合わせの時も使用可能ナインアームテーブルが肘掛けに収納されており、グリーン席も同様の構造である。また座席配置は グリーン席も普通席も同じ、横方向4列配置である。本形式以降、JR 東日本の在来線特急車両のグリーン車は、座席定員確保の観点から一部を除いて4列配置が基本となっている。もは255から2。パンタグラフの周囲だけ屋根が低くなっている。もは254から1の。 クーラーユニット2020年10月現在で BE-01 から05の給料編成5本、計45両が幕張車両センターに在籍する。1994年製の二次車では一次車の使用状況から使用が一部変更された。定期列車では主に総武本線の使用際に使用されている。外房線の我が使用では 通勤客に対応する朝の東京行き若塩2号などにも使用されているが、主に土休日運行の新宿和が塩で使用されている。使用列車はグリーン車の有無と編成量数で区別できる。臨時列車で中央本線直通の特急ビューカイジでも使用されていた。この他、通常 E257K で運行される成田線。 鹿しませんの、あやめにも週末を中心に使用されることがあった。2015年3月13日をもって、サザナミの定期運用から退いたが、2017年3月のダイヤ改正から、機密始発のサザナミ4号として再び、サザナミの運用に入るほか、日中時間帯の一部の我が塩の運用にも入る。登場時から2005年12月10日の、 ダイヤ改正までは2 5 5系での運行列車は、ビューサザナミ、ビューワガシオの列車相性であった。営業運転開始前に団体列車として使用されたことが一度あり、その際には、ジェフユナイテッド市原のステッカーが全面掲出されていた。2019年度末時点で2023年までは運用する計画とされている。なお、 暴走特急の車両を取り替え計画について公式発表はない。ありがとうございます。